牛丼開けましたね、これ。で、ゆるさんどうですか、これは。牛丼ですはい。ね。さあ、皆さん、牛丼嫌いな人そういないと思うんですけどね。僕も大好き。はい。大好きですよね。じゃあ、ユーザー、うんちく。お願いします。牛丼というのはですね、へえ。もともと発祥は何だかっていうのをご存知です？何ですか、発祥というのは。発祥というのはもともと、はい。これ肉鍋が原点なんです。肉鍋が原点。だからよはい。くすき焼きあはいるじゃないではい。すか。すき焼きの残りを、はい。今日は翌日にご飯の上にゴンって入れて食はい。ああ。べるのが発祥が牛丼だったんですなよ。るほど。だから、この3者のは、へえ。基本的に牛肉と玉ねぎしか載ってないですけはいど、はいはい。例えば名前出したっていいのかな。N さん。N さんってあるじゃないですか。はいはい大はい。きいああ、はいはいはい。方がわかりますか？ N さんの牛丼とかだと、豆腐とか白滝が入ってるんですよ。だからすきい焼きになってはい。へえ、なるほど。るんですよ。そういうことなんです。もともとははそのすき焼きの残りをあ、はあ。はい。ご飯にかけて食べたのが、要は牛飯って言ってたんですけど、それはい。が発祥なんですよね。なるほど。それが大体明治時代ぐらいじゃないですか。へえ、語る。古いですね。古いです。なるほど。で、それを突き詰めていって、最初に、牛丼をこういうふうに、世に出したのが、これですね。ワイナイさん。ワイナイ。ワイニア、ワイナイではあ、す。このワイニアとええ。このこれ S 屋さんです。S 屋さん、 S 屋さん。これなんか似てますね。似てるんですよ。ケイさこん、れいいとこは、には着眼しましたね。い、もともとですね、はい、はいはい、ここは、ワイナイ屋さん。ワイワイニアナ屋さん、さはんがいはいはい、はいはいはい、こう牛丼チェーンをこう展開して、はい、で、ここ、S 屋さんは、はい、ゼンショーさんという会社がやってるんですけど、はいはいはい。ゼンショーさん、Z ショーさん、めんどくさいからやめとはきますい、けど、大ゼン丈夫ショーさんです。大丈夫でです。す。の社長さんが、えこれを食べて、え。ええ。お、めちゃうまいと、感銘を受けて、はうい。ちも牛丼をやろうと。ほう。で、立ち上げて、今、店舗数で言うと、ここが一番多いんですよ。あ、そうなんですね。S 屋さんが一番多いです、全国的に見ても。ええ、そうなんですね。これね、面白いんですけどね、店舗数でいくと、1、2、3なんですよ。ワイン屋さん一番少ないんです一か？番少ないんですよ。へ一え。時期、経営がこう悪化しながら、時期があったんああ、はですよ。ハワイいはいはい。にだいぶ店淘汰したんなで、るほど。これ1番です。へえ、2す番、き家。3番です。へえ。ですけど、多分皆さん、牛丼というと、ワイン屋さんワイでン屋すよさんですね。ね。そうこうなっですね。ちゃうんですよ。確かに。それで、ここの牛丼を食べて感銘を受けて牛丼屋を始めた時に、はい。当然ここの味なんか出しませんよね。まあ、世に出さないですよ出ね。さないですよはいね。はいはい。で、見よう見まねでこう自分でこういろいろこう食べ試て。行錯誤して食べてああ。作り上げた味がこれなんですね。なるほど。ただ、似はてるんですけど、あ。似て微る。妙に違う。微妙に違うんです。はあ、なるほど。まあ、この見た目で言うと、ワイン屋さんと、何でしたっけ、これ。S 屋さんです。S 屋さん。で、M の屋さん。M の屋さんですね。なんか、この二つは似てますけど、これはちょっと違いますよね。これ違うでしょ。違います。これは肉もなんか部位が違うんですかね、これ。これね、はもっと厳密に言うとですね、い。これ値段が違うんですよ。同じ並盛り。あ、ちなみにじゃあ、ワイの屋さんはいくらですこか？れ380円。全部税込みですよはね。いはい。380円。はい、じゃあ、S 屋さんがはい。350円。ははは。で、これ320円です。安いんだ。で、しかも、こはれ、テイクアウトじゃなくて、あ。はい。店舗で食べると、はい。味噌汁がつくという。確かに僕そこは好きなんですよね。そこは好きなんです。そうなんですよそうね。なんです、そうなんです。もう若い人たまらんですよね、たこまれ。らんですね。はで、多分、各お店によって、これはあると思うんですけど、基本、並盛り、牛丼並盛りっていうのは、肉が大体80から90グラムぐらいです。ほう。で、これも、肉と玉ねぎの割合があって、一応マニュアルみたいなのがあって、ええ。7対3なんですよ。ほう。牛肉7の玉ねぎ3。なるほど。まあ大体それ守られてる感じですかね。へえ、はい、すごい。で、ご飯が、260g。ほだから並盛りでトータルすると大体350から360g ぐらいです。う。これが大盛りになると、肉が110から120ぐらいになって、ご飯が、340ぐらいになる。なるほど。で、ほう。450前後ぐらいなんですね。100ぐらい増えそるういうことですね。なね。るほど。特盛りは分かんないですけど、僕が勤めてもああ、特盛りがなかっ たんなるほで。ど。そうなんです。ああ、じゃあ、これはちょっと、利き牛丼ということで、じゃあ、ゆらさん、この、アイマスクはもちろんなんですけど、え
じゃあ、普通の利きうどんとは違うところを、じゃあちょっと言ってもらっていいですか。じゃあ、普段だと、はい、じゃあ牛丼この状態で、じゃあ、アイマスクをして食べるというのが、まあ、大体の、まあ、その、番組ですね。そうですね。大体そうですね。大体そういう食べるのが番組ですよね。そうですね。でも、それだと、ケイさん、はい、面白くないじゃないですか。3B ですよ。さすが 3B。3B。予想と違うことやるのが 3B。じゃあ、どうするんですか。ご飯で当てるんですよ。ご飯だけで。ご飯だけ。はあ。汁は。もちろん。汁は。要はちょっとこれお箸使って。ああどうぞ。これワイヌヤ。ワイヌヤ。この状態ですね。この状態で。あ、ちでいいですか。この状態でここだけ食べて当てると。なんてことだ。だからこのエスヤさんもこうやって。ええ。そこだけで。こうで。ただね、これ細かいこと言っちゃうとね、もう色で分かっちゃうんですよ。あのまあアイマスクしてるんで、あれですよね。そうなんです。で、もっと通になってくると、これです。玉ねぎですよ。ああ。玉ねぎのカットが違う。そうなんです。ああ。違うでしょ。違いますね。これ M のやつ。M のやつ。これ S やつ。はは。これ Y のやつ。あ、違う。違うでしょ。違うでしょ。私ことごこれ似てますけど、明らかにこれ違いますね。違うでしょ。多分ね、S 屋さんは店によってあれなのかもしれないですけど、基本的に玉ねぎの長さ短いでしょ。本当だ。短いでしょ。短い。これなんでかというと、すき焼き感を出したいんですよ。はい、こう、あんまり長いとすき焼きっぽくないじゃないですか。ああ、なるほど。だからワイン屋さんは、もうあくまでも、すき焼き丼じゃなくて牛丼にこだわってる。はあ、なるほど。すき屋さん、あ、すき、もといもといS 屋さんの元は、要はすき焼きから取ってるんですよ。で、すき屋さん。なるほど。今日はためになるでしょう。なります。なるでしょう。早速実食でいきましょうか。はい、じゃあ、1回、はい、切りますね。実食で、はい。じゃあこのように今ユーダさんが S 見えないですよ。ユーダさん大丈夫ですか。大丈夫ですよ。これ何本ですか。2本当たっちゃいました。いや外れました。大丈夫です。ああ、よかったです。危ないです。危ない。じゃあこのようにユーダさんが今、はい、完璧にアイマスクしております。はい、で今このように置いてあるんですけど、これは僕がこっちでユーダの方ちょっとこっちに置いてもらって、これロシアヌードルがここまでとこんな感じで、ね、なんか動かしてますね。もちろんですよ。こんなのこれはガチでいきますから。もう皆さんやらせなしですから。そうです。でこのように、はい、皿の後ろにこんな感じでスペルが書いてあります。スペル大事です。そうですね。大事です。なんで食べていただいて、はい、でこれは何かこれは何かみたいな感じで、まあその時はもうあれですね、ガチでやってみますよね。はい、やっぱスリービーチャンネルはやっぱガチじゃないとダメですね。もちろんです、ええ、はい、準備の方できました。はい、ではでは、いいです。はい、では、まず、はい、はい、じゃあ、良い準備の方がいいですか。大丈夫です。じゃあ大丈夫です。大丈夫です。こちらからいきますね。どうですか。どうぞ。あ、これですか。はい、はい、じゃあ、実食、はい、いただきます。ん、これ、入ってますよ。はい、入ってます。さあこの道10年いけるかどうかですね。ん？やばいぞ。ん？やばいですね。ちょっと皆さん大丈夫ですかね。思ったより難しいですよ皆さん、これ。どうですかね。美味しい。美味しいですか。めちゃうまいですね。あ、いいですね。今日このために昼抜いてますからね、僕。さすがです。もうプロ根性。ちなみに今日僕は、はい、あの M 屋の M 屋では S 屋の牛丼食べました。はい、美味しいございました。 S 屋の牛丼もうまいですよね。うまいですね。うん、
ケイさん大丈夫です。わかりました。じゃあ、はい。大丈夫です。はい。じゃあ今度、2番目です。はい、どうしよう。ケイさんすいません。何でしょう。J6 ちゃんもらったんですけど。J6 ちゃん。J6 ちゃん。あ、すいません。あ、これですか。あ、はい。1000開けます。いや、すいません。はい、どうぞ。はい。いつか協賛してほしいですね、J6 ちゃん。本当ですね。CM ガキーとしてネタですね。はい、いいですね。ですね。じゃあ、2番目いきましょう。はい。じゃあ、2番目こちらですね。はい。はい。はい、はい、これですね。はい、どうぞ。はい、よいしょ。いただきます。あ、ゆうさん。はい。せーの。実食なんかどっかの番組みたいですね。ですね。いただきます。よいしょ。はい。どうですかね。どうですかね。うん一番見た味変わんないような気がするんだよ、俺。変わらない。一番と変わらない。ケイさん、何でしょう。もう一口食べていいですか。どうぞ。ああ、やばい。やばいぞ。この道10年っておっしゃってましたからね。10年間違えるはずがないですね。どうでしょうか。わかりました。オーケーです。大丈夫です。じゃあ、ケイさんお戻しします。ジェロビちゃん。あ、どこですか、ジェロ。あ、ジェロ。こちらです。ジェロ、これですね。はい。じゃあ、お戻しします。はい、どうぞ。あ、すみません。すみません。目星はついてます？今のところ。はい。大体ついてます。ああ、すごい。素晴らしい。だから、次食べるのが、なるほど。もう残り1個じゃないですか。ああ、そうですね。その、あれが、あ、間違いなかったなっつったら多分いけますよ。ああ、そういうことですね。なるほど。でも次のが味変わんねえなってなったら、とても難しいです。あ、そういうことですね。そういうことです。わかりました。じゃあ次行きましょう。はい、お願いします。どうぞ。あ、これですね。どうぞ。実食。あれ、これですか。はい、これですか。どうですか。うん。ケイさん、何でしょう。これもう出たやつじゃん。あ、素晴らしい。素晴らしいですよ、皆さん。マジマジですよ。はい。出たやつでしょ。そうです。これ一番最初のやつじゃないです。あ、残念。そこはちょっとカット。でも、出たやつですね。素晴らしい。よし。ケイさん、ちょっとね、意地悪してね、あの、正確に出て、出たやつをね、僕やったんですね。すいません。性格悪いですね。すいません。だから中途半端なんですよ。あ、やっぱ、あ、でした。そういうことです。あ、危ない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 。素晴らしい。やばい、ケイさんマジックに。さすが10年の下を持つ男ですね。皆さんごめんなさい。はい。じゃあこちらですね。はい。はい、どうぞ。あ、これですね。あ、ですね。はい。お願いします。はい。はい、よいしょ。はい、せーの。実食。この辺ですか。はい。この辺ですか。はい。どうでしょう。わからないな。次はこれあれですよ。僕、意地悪してないですからね。あの、これ初めて出た。そう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 。ただね、一旦CMです。一旦CMです。はい。アクシデントありましたから。はい、すいません、ちょっと気を取り直して。はい、SS。 はい、 SS。 あ、ごめんなさい。 SSS。 はい、どうぞ。 SS。 いただきます。この辺ですか。どうです。この辺ですね。そうです。この辺ですね。これ3つ目ですね。どうですか、目星はつきましたか。難しいな。難しいですか。難易度高いな、これ。ケイさん、何でしょう。もう一口食べていいですか。どうぞ。肉はいっぱいあります。あれ、この辺ですか。どうぞ。この鼻の奥のところにこう味をこうやって持ってくるようにしないと分かんないですね。なるほど。
うん、やっぱこれあれだな。あ、大丈夫です。 OK ですか。分かりました。ではこのまま、はい、目隠しそのままいいですかね。はい、大丈夫です。大丈夫ですかね。あ、じゃあこのままもういっちゃっていいですか。はい、では、はい、どうしようかな。じゃあ僕が例えば、はい、ワイネアは何番目に行ったと。そうですね、こういう感じで、こういう感じでお話しましたね。こっちが1番目、はい、2番目、3番目です、ね、はい、はい、という順番に出しました。はい、じゃあワイノヤは何番でしょう。ワイノヤはですね、ドドン、はい、僕の中では2か3なんですよ。なるほど。ちょっとよいしょ、ちょっといいですか。2か3ってことね。ちょっと見えないですもんね。はい、2か3で、2か、この時点で外してたなと。ああ、なるほど。ああ、なるほど。いい線いってんじゃないですか。ああ、いい線いってました。いい線いってますね。はい、ケイさん、申し訳ないですけど、消去法で言っていいですか。もちろんです。いいですか。はい、3番が、はい、僕の中では S やなんですよ。本当ですか。3番が S や。やっちまったか。いや、なるほど。3番が S や。3番が S や。なるほど、S や。で、2番が。2番がそうすると、逆算すると Y のやつよ、ね。Y のや。で、1が M やすか。M や。ええ。なるほど。ほう、なるほど。ほうほうほう。かなと。かなと。それが、ええ、その10年の下を持つ飯田さんの。それを言われてしまうと。それを言われてしまうと。うん、じゃあ、M やは結構分かりやすいってことですね、なんとなく。M やは、ええ、これ、やってた人間だったら知ってるかもしれないですけど、醤油の配合率が高いんですよ、他のタレに比べて。じゃあ濃いってことですか。濃いんですよ。なるほど。ただ肉煮てくうちに、ああ煮詰まってくる、煮詰まってくると、あ、なるほど、ちょっと分かんなくなるんですけ ど、 なるほど、割と醤油の味がきついのが M やかなと。なるほど。ただ今日失敗したのがプレミアじゃないですか。あ、そっか。だから肉がいいんで質が上がっちゃったね。そう、質が上がっちゃってるんでね、なんとも言えないですけ ど、 どそれでいきましょう。分かりました。じゃあ1番が M や、M や、2番はワイノヤってことですね。はい、じゃあ皆さん、まあ俺まで見えてないので、飯田さん見えてないので、はい、これパッと映してもらった、これは1番、2番、3番です。はい、で、飯田さんが言うには、1番が M やと、はい、2番がワイノヤ、ワイノヤ、3番が S や、S や、はい、行ってみましょうか。じゃあこれでもう、どうしましょう、外してもいいんですかね、飯田さんもこれ、もう。もう、しょうがないです、もう10年のブランク、10年のブランクじゃなくて、ブランクはもう20年ぐらい経つんですけど、もう、しょうがないですね。じゃあもう外してみましょうか。じゃあ、で、じゃあこの目で、はい、もういいですか。どうぞ。大丈夫ですか。はい、で、ユーラさんから見て逆です。1番、2番、3番が逆ですか。はい、こうですか。そういうことです。こうですか、はい、1、2、3ですね。そういうことです。じゃあファイナルアンターということ。ファイナルアンターということで、ファイナルアンターということで、はい、じゃあ外してみてください。はい、で、S です。 OK です。 OK です。じゃあこれで裏に書いてありますので、さあ見てみましょうか。まずこれですか。はい、それがまず M や。じゃあ椅子に上げてもらって、覗きましょうか。おお、M や。見ました。よし、正解です。正解です。これが一番ね。いや、やりました。うん、正解です。正解です。第一関門突破。突破です。はい。でも、ここ当てないと、ユラさん。ここっすよね。ただ一個だけ当てたことありますからね。そうですよね。はい、お、僕こっちワイのやって言いましたもんね。はい、これ、ケイさん、先に言い訳していいですか。どうぞ。味似てるんですよ。ああ、プレミアだし。系列が一緒なんで。これ今見てどうですか。はい、ワイナーと思いますか。肉だけ見ると、はい、結構やばいかなと。なるほど。こんなしたら M やじゃないかみたいな。あ、S や、 S やじゃないかなとか。ただね、味はね、俺こっち S やだったと思うんだけどな。いいですよ、ワイナー行きましょう。ワイナーですね。ワイナー行きましょう。じゃあ、ヒデさん。はい。じゃあ開けましょう。はい、開けましょう。はい、ドンドン。さあ、どうしました、ユエさん。これ何でしたっけ。 Y って言ってましたね、前には。それ、それ Y って読みませんでしたっけ。 S だ。 S じゃないですか、ユエさん。 S、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 S。 あー、あー、ってことはこれが Y か。 Y ですね。あらー、やっちまいまった。やっちまったですね。これボクシングで言うと1勝2敗ですね。参戦して1勝2敗。
いやちょっとですね、井田さん、だからね、新人王予選で敗退っていう感じですか。井田さん、はい、罰ゲーム決定です。やっちまいましたか。でも、井田さん、よう合ってたと思いません、これ。いや、素晴らしいと思います。はい、ね、味似てるんですよ。はい、ってことは、合わっていったってことなんですね。そういうことですね。井田さん、もう、ああ、そっか。何でしょう。以上です。これリベンジですね、また。です。何かで。いやいや、僕は失敗しましたけどね。多分、ケースさんが。ケースさんも聞きやるんですよね。聞き持ってるんですよ、ね。やりますね、やりますね。ねはい、その時に、ちゃんと僕の仇を取ってくれると思うんで。まね、悔しい、一生2敗か。なんで、井田さん、今日からもう、語らないでください。もう、僕の口から、もう、今日限りで牛丼という言葉で。もう、牛を語るなと。語るなと。ということで、今日の、聞き牛丼、皆さん、はい、まあ、3つのうち1問正解ということで。まさに中途半端する。どっちやね、中途半端。もう、3B の、もう、あれですね、鉄板の中途半端を目指そう。そうですね、中途半端。そういえば、はい、オープニング、これからか、まあ、変わりますからね、ちょっと。ああ、そうですね。はい、いやいやいや、いや、本当は今日4種類にしようかなと思ったんですけどね、もう1個、NU のやつを持ってきて。あー、なるほど。 NU は S やと親会社一緒なんで、ね、あ、なるほど。 もっと分かんないと思いますよ。あー、確かに NU は。あー、なるほど。じゃあこれでまあ一応、まあ、こういう結果が終わってしまいましたが、はい、まあ一問正解したということで、まあ全敗するよりは良かったですかね。そうですね。じゃあ次回そのまあ僕の聞き焼きそば、あ、Kさんすごいですよね。焼きそば見極めちゃうんですよね、はい、そうですね、はい、それをやりたいと思いますんで、ぜひこのね、聞きシリーズは皆さん本当に面白いと思いますんで、そうですね、楽しみにしてください、はい、じゃあこれで終わりですね、はいはい、やっちまった。じゃあこういうことで皆さん牛丼を食らってください。牛丼をお会いしましょう。はい。さて、番外編でやらさせてもらいます。これです。見えるかな。あ、逆になっちゃった。中尾の牛丼をちょっとご紹介してみましょう。ここは、系列で言うと S 屋さんと一緒なんですよね。親会社がS屋さんで、ちょっと洒落た感じですよね。で、ちょっと見えますかね、これ。こういう感じ。見えます？和風牛丼っていう名称でやってるんですよ。だから他の、3社に比べると、なんて言うんだろう、簡単に言うとすき焼き感が強いって言えばいいんですかね。本当に、牛すき焼き丼っていうイメージが強いですね。はい、ちょっと食べてみましょうか。それでは実食。ご飯と肉がこう別になってますね。こういうスタイル多いですよね。M屋さんも今そうでしたもんね。あ、見えます？ほんとすき焼きみたい。これをこういう風にご飯にかけて、こういう感じですかね。こういう感じ、美味しそうですね。さあ食べてみましょうか。人によっては牛丼の紅生姜がね、不溶接の人とかいるんですけど、僕はもう絶対紅生姜ですね。今こういう風にテイクアウト小袋になっちゃってるんでね、なんか残念ですけどね。前はこう
生姜の容器にこうトングがあってこれをこう入れるね、そういう感じだったんですけど、その方がやっぱ牛丼はねいいっすよね。さあ、もしかしたらすき家で牛丼ってあんまり頼まないからね、え過去に食べてたかもしれないですけど、ほとんど記憶ない時なんで、楽しみです。ちょっと食べてみましょうか。こういう感じ、玉ねぎもこういう感じですよね、肉もこういう感じ。いただきます。うんうん、なるほどなるほど、うんうん、うん、ばっかりじゃなくてちゃんとレポートしろって。一番最初に思ったのが本当にすき焼き、メインの牛丼店に比べるとなんて言うんだろう、ちょっと甘さがありますかね。それこそあのすき焼きの割り下ですよね、甘辛い醤油に砂糖を入れてベースを作るっていう、そういう感じですよね。多分日本人の人は好きな味なのかな、こういうのがね。あとは煮込み感がやっぱ出てますよね。僕は個人的な好みとしては牛丼ってやっぱり煮込んでくると肉がこう縮んでくるんですよ。それがいいっていう人もいれば逆に煮立てで肉の形がしっかり残ってる牛丼がいいっていう人もいるんですけど、僕はどっちかというと煮立て、肉の番手がしっかりあった方が好きなんですけど、こう味の染みた濃い方がいいっていう人だったら、うん、この N さんの牛丼はいいかなと思いますよね。うんうん。まあいろんな牛丼ね、今回の企画で食べてますけど、やっぱり牛丼って美味しいですよね。皆さんもぜひ牛丼を愛していただけたらと思います。さあ、残りは全部完食したいと思います。さあ、それでは皆さん。